浅井長政、あまり知られていない話。信長と対立の直接的な原因は、浅井長政が織田信長の敵対勢力である朝倉氏と同盟を結んだことにあります。この動きは信長にとって裏切りとみなされ、信長と長政の関係に亀裂を生じさせました。信長と長政の対立は、お市の方を含む両家族にとっても大きな影響をもたらしました。戦争が進むにつれて、お市の方は信長と長政の間の橋渡し役を務めることができなくなり、最終的には両家の関係は完全に断絶しました。